が散った後の桜がとても冷たくされるように誰にも心の片隅に見せたくはないものがあるよね。だけど人を愛したら誰でも心の扉を閉め忘れては傷つき、そして傷つけて引き返すことのできない人生に気がつく。優しい方、恋人たちよ、振り返るのはやめよう。時の流れを背中で感じて、夕焼けに涙すればいい。誰かを愛したその日には、たとえばちっぽけな絵はがきにも心が動き、愛をなくしたその日には、街角の歌にもふと足を止めたりする。風よ、季節の訪れを告げたら寂しい人の心に受け、そして巡る季節よ、その愛を拾って、終わりのない物語を作れ。優しい方、恋人たちよ、ささやかなこの人生よ、喜びとか悲しみ